新見市にやってきました。ちょっとね、気になる神社があるので行ってみようかなと思います。この下にね、芸備線が通っています。この橋もね、めちゃめちゃ古そうな、ね、感じがします。八幡橋、なんかあの車がこの道通ってるような、ね、感じですね。なんかこれ下通ってるのは高速道路です。新見と広島県東条ですかね、を結ぶ高速道路です。思ったより距離がありますね。
ごいな、杉の木の大木の切った後ですね、こんなでかい木が立ってたんかな。相当昔です。明治3年炎上、というような神社だそうです。興味ある方ぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。